名古屋中学校、高等学校は愛知県名古屋市東区砂田橋に所在し、中高一貫教育を提供するプロテスタント系メソジスト派の私立男子中学校、高等学校。名古屋学院大学は同系列であったが、1973年に学校法人名古屋学院から分離したため、大学は別法人である。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、入学試験が上位選抜クラスを除いて3年間別クラスになる、併設型中高一貫校。明治初期、米国メソジスト教会から横浜英和学校に派遣された宣教師、フレデリック・クラインは、その後、単身名古屋に乗り込んだ。そしてその地で創立されたのが、名古屋英和学校である。幾度かの改名を経て、現在の名古屋中学校、高等学校に至る。内村勘三が教壇に立ったこともあり、明治以来の旧制中学校より続く伝統校として知られる。キリスト教精神に基づいて教育を行っている。男子校ということもあり、教員も男性が多い。制服は一般的な金ボタン5個の黒爪襟学生服で、襟の右側に校章をかたどった襟章バッジをつける。以前は制帽も制定されていたが、現在は入学式や卒業式において旗手のみ着用している。2019年度より襟カラーなしのラウンドカラーと似ている制服が新しく導入された。略称は名中及び名高である。2000年1月に名古屋市営地下鉄名城線砂田橋駅が敷地内に開業した。そのため、傘なしで通えるをキャッチコピーにしたこともあった。創立120周年記念事業の一環として、同敷地内に新校舎及び体育館、温水プール、クラブハウス、北グラウンドが完成し、2011年1月から新校舎へ機能を移した。さらに、2024年度に向け女子部を設立する計画もある。国際交流教育が盛んであり、兄弟校であるオーストラリアのメントン、グラマースクールに毎年短期、長期留学の派遣や受け入れを行っている。メントン校の生徒と共に第二次世界大戦中の激戦地、パプアニューギニアココダトレイルを踏破し、慰霊研修をしたこともある。イギリスのイートン校とは交流校であり、生徒の派遣やイートン卒業生の受け入れ、サッカー国際親善試合などを行っている。また、台湾有数の名門校である、台北市立建国高級中学と2013年から交流試合を開催し、スポーツを通じた国際交流活動が積極的に行われている。2016年度から名古屋高等学校は、文部科学省により、スーパーグローバルハイスクールアソシエートに指定され、SGH アソシエートとして、減災、環境、エネルギーを研究テーマに、環境、経済、社会の統合的な発展に向けて行動できるリーダーの育成を掲げている。なお、SGH アソシエートとは、SGH に登録されなかった高校が、現状すべて登録されている。フレデリック・チャールズ・クライン校訓は創立者。フレデリック・クラインが掲げた、敬信愛人、新約聖書マタイによる、福音書、第22章37節から39節に由来する言葉である。この言葉は、神を敬い、神から与えられた自己の能力を最大限に伸ばし、その能力を社会のために、人にために惜しみなく用いなさいという聖書の教えを表現したものである。創立以来の見学の精神である、敬信愛人に基づいて、崇高な真理を追い求め、真に、人々から求められる社会の主導者たる紳士を育成し、人類の幸福と社会の発展に寄与することを、教育の理念としている。名古屋英和学校時代の校舎名古屋学院のキリスト教教育の根幹と位置づけられており、週1回、中学、高1高2高3の4つに分かれて朝、校内のクラインメモリアルチャペルにて礼拝が行われる。また様々な行事や、週1回の聖書の授業を通して、人間性と教養を深める人格教育を行っている。なお、チャペルの塔の上に輝く十字架の下の玉、円盤状のものは、UFO ではなく、世界のために愛を持って働くという理念を象徴した地球儀が掲げられている。宗教行事は、聖書の授業、礼拝とともに、名古屋学院の教育の中心である。夏季の行事以外の入学式、卒業式などの学校行事は、すべて礼拝の形式を取り入れられている。クリスマス礼拝では、世の中で悩み、苦しんでいる、人々の友であった、イエス、世のすべての人のために、自ら犠牲にならせたイエスに倣って、献金を捧げる。この献金は主に、キリスト教系諸団体の社会福祉施設などに送られる。生徒会活動、自主活動の一つの重要な柱として、各自の心身を錬成し、趣味の向上を図り、豊かな学生生活を送る目的をもとに、多くのクラブが設置されている。体育、文化系を問わずクラブ活動で盛んで、硬式テニス部は全国高等学校総合体育大会の男子団体戦で4度の優勝を誇る強豪である。ラグビー部、サッカー部、バスケットボール部も盛んで、ラグビー部は2015年に全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会に出場し、サッカー部は平成25年度に全国高校総体に初出場を遂げている。硬式野球部は1972年に県高校野球春季大会で優勝をしている。自転車競技部は平成28年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会ロード競技で優勝を成し遂げている。文化系では文学部が2015年に開催された第18回俳句甲子園全国大会で初優勝。上記のクラブは高校のクラブであって、中学のクラブは、高校よりも少ない名古屋中学では次のような、校外学習を行われている。修養会野外実習研修旅行名古屋高校では、次のような校外学習を行われている。修学旅行マラソン大会芸術鑑賞名古屋学院においては、戦前から交友会はあったが、戦後の GHQ による日本民主化指令のもとに学校にも、民主主義が取り入れられた。発足当初から中学と高校それぞれに独立した生徒会が設置されている。現在でも変わりないが、合同で行う行事の運営などで執行部同士の交流がある。なお、中学生徒会会則には合同執行委員会によって合同代議委員会が招集される制度がある。中高での予算分配やその他指定事項においては最高議決機関である。1983年から生徒会主催で始まった。中高それぞれが開催し、内容は新入生向けで、チャペルにて吹奏楽部の歓迎演奏、生徒会執行部による学校紹介に続き各クラブの紹介勧誘等がある。初めての全校一斉朝礼のついでに行われる。副会長が仕切ることになっている。グラウンドで隊列ごと向き合い、上級生がしゃがんで新入生を見ることになっている。実際には新入生の最前列の顔しか見ることができない。1952年から年に1回行われ今日に及んでいる愛好祭は名古屋中学校、高等学校の文化祭体育祭の総称である。原則として文化祭は毎年9月第3週の金、土曜日に体育祭は10月に生徒会の主催で開催される。文化祭は中高同日開催で、体育祭は中高別日で開催される。中学では音楽祭も合わせて愛好祭と呼ぶ。文化祭においては生徒会企画、クラス企画、クラブ企画、有志企画の他に他校にない保護者もこぞって参加する特色的な PTA 企画がある。文化祭は2日制であり、1日目は学内開催、2日目は一般開催されている。チケットなどによる入場制限がないため、毎年多くの来場者を呼ぶ。コロナ禍においては、生徒会を中心にオンライン化も検討されたが、1日だけ学内開催となっている。高校では各学年ごとに開催される。2020年度より学年行事に改称した。高校の行事で学年ごとに開催される。生徒が自主的、協調的に計画できる行事である。1957年2月20日に第1号が発行され、当初のタイトルはやろうともだが、1960年に当時番号はそのまま、弘之と解題司教に及ぶ。毎年2月下旬に発行される、生徒目線で学校の1年間を収録した冊子である。中学生徒会機関紙、校売もある。高3の卒業礼拝の際に、生徒会が開催する行事である。生徒会会則では、生徒の積極的な自主活動を推進し、会員相互の人格向上のため、生徒の自治による民主的な学園生活を確立することを目的としている。10月15日を境とする任期半年の二元代表制で構成の会則を持つ。選挙に信任投票制度はないが、代議員会において執行委員会不信任決議権、役員罷免権がある。高校生徒会とは、会則、選挙法の内容が異なり全く別の機関である。会長、副会長、書記、会計の5名が直接選挙によって選出される。生徒会会則では、本校教育方針に従い会員が自ら人格の完成に努め、学校の行事に対し生徒の参画を促進し、先生及び学校に対し生徒の意見を上申することを目的としている。9月末日を境とする任期半年で男性の会則を持つ。生徒会選挙法において無投票当選制度が明記されている。各学級より4名ずつ常任委員を選出し、各常任委員会に所属する。高校において生徒の心得が実質的に校則として作用しているが、様々な黙認があり、高校生にしてちょうど良い程度である。セーターやベスト、カーディガンなどの着用は制服の可なら許可、携帯電話は学校敷地内では電源を切る、自転車通学の場合は保険への加入が条件、免許の取得、自動車学校入校は全面禁止、アルバイトは許可制長休間と呼ばれている。高校生のみ使用可能となっている。敬愛同窓会と呼ばれている。弘之コーチ3号館の1階に事務所を持つ。中学の校章は縦に長い長方形で、篆書体で命中を縦に書いたもの。高校の校章は円形の枠の中に2つの観覧の枝をリボンで結び、真ん中に篆書体でなだかと縦に書かれたものとなっている。紅梅染めの旗に白色で観覧の枝と篆書体で命中となだかそれぞれに分かれて描かれている。現在エントランスの中央に掲げられているものは、旧制中学校時代の後期である。現在に比べて円にフレンジが付けられていて、高級感があるものとなっている。後期の色にちなんで、紅梅色がスクールカラーである。上部に、名古屋学院創立の年を示す、新須1887、左上に、聖書のラテン語である。チメテデイアム、右上に、旧校名である、名古屋英和学校、名古屋アングロジャパニーズカレッジを示す、旧校章、左下に平和を象徴する、観覧の枝、右下に、学院の象徴とも言える、クラインズメモリアルチャペル下部には、敬信愛人の英語、フィアーゴートラブピープルと、名古屋学院の文字、そして中央に、キリスト教主義を示す十字架が掲げられています。制服では、学年によって色が違うエンブレムが印刷されている。赤、黄、白色がある。現在においては第二校歌のみ歌われている。普段の全校集会では1番までしか歌われていない。3番まで歌う公式行事は入学式と卒業式だけである。あけぼのの総空作詞、山中俊之作曲、津川修一、希望羽ばたく作詞、門田豊作曲。古関裕二愛知県私立学校教職員組合連合に加盟する名古屋学院職員組合と市教連とは無関係の教職員組合協議会がある。前者は1956年に結成され、後者は第一組合脱退者により1972年に結成された。6年分離コースの選抜クラスと3年コースの選抜クラスは高校2年生で混合してクラスを編成する。ありがとうございます。